ご紹介いただきました栃木県宇都宮市よりやってまいりましたバント HY と申します。よろしくお願いします。見ての通り今喋ってる私ひーちゃんと今こっちに並んでるよっちゃんの2人組のよさこいチームです。昨年も参加させていただきましてありがとうございます。今年も参加することができました。それでは、今年の曲流儀という曲なんですけれども、村上海賊の娘京姫をモチーフにした物語になっております。あとは詳しくは見てください。踊り子京介、お客様に依頼よろしくお願いします。バント2017流儀、ただため戦う。必ず勝ち、敵にすれば必ず負けると言われた伝説の鉄砲使い西賀孫一である。この出会いが二人の運命を変えていく。姫に何かがあれば俺はすぐにでも駆けつける。ただ仏の恩に報いるために命を捧げし門徒たち、見事な生き様に心は震え、我は門徒を助けるために戦うのみ、誰にも止めさせる。真鍋海賊率いる信長の軍に立ち向かったのは姫と孫一を筆頭にした西賀党であった。この出陣が帝に届き、沸き起こる兵たちの陰り、決して勝負を捨てる姫の流儀、置き忘れてきた諦めの心、一途な思いが騎手を繰り出す。誰はばかることはなし、思うがままに生き抜いていけ。バンチ2017流儀さあ。
はい、ありがとうございました。関東一大ファンで